どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。えー、今回椎茸占いでございます。えー、各星座の相性を喋、えー、っておりますが、えー、今回はい座と伊て座を喋りたいと思います。えー、この二つの星座は、ここではないどこかを目指す旅人という組み合わせになります。この二人ってすごくいろいろなことをお互い学び合える関係になります。一つは全部自分が、自分次第なんだなということ。もう一つは、思えば叶うということ。 二つ目の方はもちろん人によって差が出ますが思うことから願うことから奇跡って起きていくんだよなという感覚って伊手座の人は実際に持ちやすいのですお互いにへんてこなところを持っていて自分の姿を客観的に見られるのですがあなたが持つ唯一の弱点である生身の人間としての弱さというのを強く感じるかもしれないのです伊手座は自分の理想のために精神と肉体を磨きたとえ一人であったとしてもここではないどこかへの 旅に出航しますだから次の旅のために弱さを出せない時があるのです今こういうことを不安に思っているんだと同じ「い手座」という旅人になら伝えられますはいなかなかちょっと難しい、えー、感じで書かれておりますが「い手座同士」どうでしょうかはいまあい座はね、あのーまあ、よく言われるのは「早死にする」ってね「うん、い手でこう突っ込んでいくんで「いて」いてって。 痛い,てて <laughs> い,い,いとかじゃなくてね。うん、だからそう言われますけどね、うん。まあいてさね。なんかね、印象としては、すごく、あの、現実的な考えを持ってそうで、意外と、持ってない <laughs>、うん。すごく理にかなった行動とか考え方を持って、そういうことを言,う言いそうで、そこはザルなんかいみたいな時がなかった。それはたまに感じるんだよね。 具体的にって言われたらちょっとすぐ言えないんだけど伊手座の印象そんな感じでございますということでしいたけ占い今回はこんな感じで終わりますまた各愛称や,やりますんで、えー、時間がある時に聞いてもらえたらなと思いますさようなら